皆さんが幸せであればあるほど、彼にも幸せを分け与えることができるんですね。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性が彼女を嫌いになるときというお話をしていきたいと思います。皆さんこれ目立ちますかね。格闘技でちょっと怪我しちゃって、まあ、気にせずご視聴ください。多くの女性は彼に嫌われたくないと思いますよね。ただですね、男性が彼女を嫌うとき、この理由を知っていれば彼に嫌われる確率がうんと下がります。ですから今日は男性が彼女を嫌いになるときというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問をいただいたのでご紹介させていただきます。ゆきさんこんにちは。はい、こんにちは。相談があります。私は40代前半の女性です。1年前に40代前半の男性を紹介してもらいました。恋愛感情はそれほどなかったんですが、全体的に好印象だということもあってだんだん好きになり、私からお願いして付き合うことになりました。付き合ううちに仲良くなり問題はないのですが、最近彼に嫌われないかとふと不安になってしまうんです。男性が彼女を嫌う瞬間について教えていただきたいです。というご質問です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。男性が女性を嫌いになるとき。まあ、ただ男性っていうのは相当皆さんが悪いことをしないと一瞬で嫌いになることっていうのは少ないんですよね。浮気現場を目撃されたとか、なんか犯罪を犯して捕まったとか、まあ、人を陥れるところを目撃したとか、まあ、一瞬にして嫌いになるのはこういうケースかもしれませんが、大概は積もりに積もった不満が原因のケースが多いんです。女性って割と一緒に嫌いになったりしますよね。そして一回嫌いになったら一緒の部屋で一緒の空気を吸うのも嫌だみたいな感じになっちゃいますよね。ただ男性っていうのは女性としては嫌いになったとしても人間的にも嫌いではないケースが多いんですよね。だから結構溜め込んでしまうんですよね。そして爆発したりするんです。ですから男性はどういうことされたら不満を溜め込み彼女が嫌いになるのか、こういうところをお話ししていきたいと思います。男性が彼女のことを嫌いになるとき4選です。まず1つ目です。1つ目は過度な束縛をされた時になります。適度な束縛なら全然 OK なんですよ。過度な束縛をし続けられると男性っていうのはその女性が嫌いになります。巷では男性は女性からの束縛を嫌いって言われてますよね。でも男性にとって好意レベルが高い女性なら程よい束縛は嬉しかったりするんですね。それに好きな女性から全く束縛されないのもそれはそれで寂しかったりするんです。僕もそう思います。まあ、程よい束縛であればそれはそれで安心するんですよね。特に女性の方が入っている男性はその傾向があると思います。男性っていうのは女性の方が強い男性と男性の方が強い男性分かれますからね。なのでうまい具合に束縛すれば男性はその女性から愛を感じるので男性も嫌な気持ちはしないんです。束縛されることで彼女を独占できていると感じたり付き合っていると実感したりするからです。ですが過度な束縛になると男性にとって好ましくないんですよね。特に自分の行動を束縛されるという感じです。これを嫌がるんですね。例えば他の子と飲み会に行かないでとこのように行動を束縛されると息苦しくなるんです。ですが他の女の子と飲み会に行くとき心配だから飲み会に行く前と帰った後連絡ちょうだいね、このような感じなら行動は自由なんで多くの男性は程よい束縛だと感じるんですね。あれもダメこれもダメと行動を束縛されればされるほど男性は息苦しさを感じるんです。でも行動は自由にさせてくれる程よい束縛なら大歓迎なんですね。程よい束縛で嫌がる男性はかなりの自由人かかなりの男性の方が強い男性です。これは男性によりますので臨機応変に対応してください。そして2つ目です。2つ目はプレッシャーを与えられた時になります。女性の中には男性にプレッシャーを与えることで彼が良くなってくれると思っている方もいると思います。ただ男性って結構プレッシャーに弱いんですよね。男性自体が力は強いけど、まあ、力ですね、力は強いけどメンタル弱いですからね。ビビりなんですよ。僕も注射とか怖いですからね。人にもよりますがトータル的に女性の方が強いとは思います。僕の昔の話なんですが、自分の事業がまだ軌道になっていない時、お付き合いしていた女性がいまして、必死で仕事を頑張っていてもまだ成果が出ないっていう時ですね。そんなジレンマがあった時、彼女は結婚するなら年収700万以上欲しいなとか、マンション住むならタワーマンがいいとか、元彼が弁護士になったのとか、お父さんがセカンドハウスでタワーマン買ったのみたいに言っていたんです。今思い出せばかなりのプレッシャーでしたね。まあこれがバネになる人もいますが、ただ多くの男性はプレッシャーがかかり萎縮してしまうんですね。特に男性が成果が出ていない状態で女性から何らか決断を迫られるとプレッシャーになってしまうわけです。ですから女性からの観点だとそんな時ほど不安になって白黒つけたくなりますよね。例えば両親に会ってほしい、将来をはっきりさせてほしい、結婚を考えてほしい、まあこのような感じです。ですから男性に余計にプレッシャーを与えてしまうんですよね。まあそれぞれの気持ちはよくわかりますけどね。でもそうなると男性は自分は彼女を幸せにできないとなってその女性から離れていったりしてしまうんです。すると女性は不安からまた男性を追ってしまい、余計に男性が離れていくというスパイラルに入ってしまうんですよね。逆に楽観的にどしっと構えてくれる女性の方が好まれるんです。プレッシャーを感じさせない女性ですね。なので余裕を持ってどしっと構えてプレッシャーを与えない女性、これを目指すようにしてみてください。そして3つ目です。3つ目はいつも機嫌が悪いになります。
男性が彼女や奥さんに求めることが第1位があります。それはズバリ彼女や奥さんの機嫌がいいことなんですね。今まで生きていて数々の経験をして男性として言いたいことです。他に何も言いません。これくらい皆さんの機嫌がいいことって男性にとってむちゃくちゃ欲しいことなんですね。これは日本代表の男性として言います。男性はパートナーの機嫌がいいと本当に気分が乗ってくるんですよね。幼少期はお母さんの機嫌がいいこと、そして成長すると彼女や奥さんの機嫌がいいこと、つまり多くの男性のメンタルは本当に身近な女性の機嫌に左右されているんです。心の中は見えませんが本当そうなんですよね。女性の皆さんは分からないかもしれませんが、皆さんの機嫌がかなりウェイトを占めているんです。だからいつも機嫌が悪い女性と離れたくなるんですよね。本能的にです。まあ嫌いになるわけです。男性は常に癒しを求めていますから。なので怒っている女性を目の前にすると心から怖いんです。もう貞子より怖いですね。触らぬ神にたたりなしです。なので彼のためにもまず皆さんが自分自身で自分を癒してあげるようにしてください。その方が結局彼に愛されますからね。温泉に行く、エッセに行く、自然と戯れる、美味しいケーキを食べる、心地いいことなら小さなことでも大丈夫です。皆さんが幸せであればあるほど彼にも幸せを分け与えることができるんですね。そしてそんな皆さんに彼は癒されるんです。いいこと尽くしですね。そしてそんな機嫌がいい女性の待っている家に男性は帰りたくなるということです。そして4つ目です。4つ目はあまりにも自分のことを理解してもらえないになります。男性が彼女のことを嫌いになるとき、彼らの心の中では一体どういう状態なのかというと、それはあまりにも自分のことを理解してもらえないといった感じの時なんです。男性はあまりにも自分のことを理解してもらえない時が続くと不満がたまりにたまってしまうんですね。簡単に言うと男性と女性の感覚の違いを理解されていない時です。男性の感覚と女性の感覚ってかなり違いますからね。それはどんな感覚の違いかというと、男性にとって信頼感のあるパートナーに対しては良くも悪くも後回しにしてしまうんです。安心しきっているというか信頼しきっているんですね。そしてパートナーを後回しにしてやりたいように自由に振る舞ってしまうんです。一方で女性は安心感や信頼感がなかろうがパートナーを優先しようとしたりしますよね。だから自分も彼に優先してほしいと思ってしまうんです。つまり男性と女性は真逆の感覚があるというわけです。なので女性は彼が自分のことを信頼しきって自由に振る舞おうとすればするほど彼をコントロールしようとしてしまうんです。どちらも悪いわけではなく、パートナーに対しての考え方が違うだけなんです。ただそうなると彼は自由を奪われて自分のことを理解してもらえない、このように感じてしまうんですね。つまり結局は彼の皆さんに対しての信頼感をどう捉えるかというところなんです。自分は彼にないがしろにされている存在なんだ、このように受け取るのか、自分は彼に信頼されているかけがえのない存在なんだと受け取るのか、まあ、この違いですね。でも結局は受け取り方で皆さんのエネルギーの状態は変わりますからね。そして彼はそんな皆さんのエネルギーをダイレクトに受け取ります。要するに男性と女性の感覚の違いを理解して物事を受け取ることがすごく大切だということです。そうすることで別れて防ぐことができるんです。恋愛で相手から嫌がられるときは大体は自分目線の感覚で相手をコントロールしすぎなんです。ですので彼からのあなたのことが嫌いです、これを防ぎたい方は今日のお話をぜひ参考にしてください。以上が彼が彼女を嫌いになるとき4選になります。いかがでしょうか。まとめますと、1つ目が過度な束縛をされたとき、2つ目がプレッシャーを与えられたとき、そして3つ目がいつも機嫌が悪いとき、そして4つ目があまりにも自分のことを理解してもらえないときになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。